5万人近い大観衆と岡田反町両監督が見つめる視線の先には、流通経済大学柏高校フォワード大前元気。前半6分、右サイドでボールを受けると、なんと相手ディフェンダー4人を引きつけて中へ。それを村瀬が流し込み、流経大柏が先制します。さらに後半3分、走り込んだ大前がシュート。これはキーパーに弾かれますが、再び上がったセンタリングに大前。角度のないところからダイレクトに合わせて、流経大柏がリードを2点に広げます。後半17分、落としたボールに待っていたのは大前。大会7ゴール目を挙げ3対0とします。流経大柏はこんなビッグプレーも。村瀬の高校生離れしたプレーから大前がシュート。得点こそなりませんでしたが、その直後、大前のコーナーキックで1点を追加した流経大柏が4対0で初優勝。藤枝東を下しシーズン2冠、大前は全得点に絡む活躍で、インターハイ、全日本ユース、高校選手権と3大会連続得点王に輝きました。